さあ、行くぞ。はい、皆さんこんにちは。リボン編集者のクリです。ご覧ください、この、のどかな空気。ここは、僕の、地元の、ま、とある田んぼの一角を今、歩いてるところなんですけれども、今日はですね、まあ、ウォーキングも、あの地元を今日歩いてるんですけど、この近くにね、僕が昔、やってた小学生の時に、あの僕野球をねやってたんですけど、その野球やってたのにグラウンドがあるので、なんかせっかくだからそこに行って動画回しながら、その懐かしい気持ちになろうかなと思って回しております。まあ、僕がいた野球チームはですね、まあ、僕たちの頃はまあそこそこ強かったり弱かったりしたんですけど、野球選手も生まれてまして、今の中日ドラゴンズでめちゃくちゃ活躍しております、柳裕也投手の、あの出身の、スポーツ少年だ。僕のだいぶ下の代にはなるんですけど、多分僕が小6とかの時に小1とかの代だと思うんですけれども、柳裕也選手もいたこの、チームですね。まあ、大人になってからほとんど行く機会なんてないんで、すごく久しぶりなんですけれども、何回かね、あの懐かしい見たくて、あの試合をね見に行ったりしたことあるんですけど、なかなかないんで。超のどかなこの空間、すごいね、すっかり秋ですね。夕焼けも、夕焼けではないけど綺麗ですね。もう10月に、入りまして、夏にこうやって夕方歩くときはすごく暑かったんですけど、風がねめちゃくちゃ涼しくて気持ちいいですね。霧島山もめちゃくちゃ綺麗に見えます。ここがですね、あの堤防になってまして、昔あの冬の時期、冬休みかなになると、あの毎朝朝5時ぐらいからですね、なんか駅伝大会に向けたなんかランニングをですね毎年やってまして、ここをねひたすら小学生ながら走ってましたね、みんなで。朝ほんと辛くて大変でしたけど、楽しい思い出ですね。もうすぐですね、僕が野球やってたグラウンドに着きます。実はですね、僕の地元都の城の、まあ、公設の市場の、中にある、グラウンドでして、結構、駐車場とかも結構広いから、当時はね、大会の開会式とかでもですね結構使われたりしてました。びっくりした。そんな急にあんな急に吠えてこなくてもいいのにびっくりするじゃん。はい、というわけで来ました。というわけで、グラウンドに来ました。まあ結構ねいろいろ設備とかいろいろできたりはしてるんですけど、まあ、ほとんど変わらずの野球場ですね。今日はもう練習終わっちゃったのかな。懐かしいね。ここがベンチですね。これは多分昔から変わってないね、このベンチは。こういう木のねやつあったよ昔から。僕のポジションはセカンドだったんで、だいたいあんまり入るとねちょっとグラウンド汚しちゃいけないんで。この辺かな、懐かしい。ここからの光景なんてもうずっとこっからね、僕ずっともうここだったんで、これよくエラーしましたよ。ポロ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 ボールこぼして怒られたりね。懐かしいね。ボールが落ちてる。
じいこう。大体うちはねホームだったんで、大体三塁側でねやってましたね。うちも変わらずだね。こっから見る景色がね本当に変わらない。観客席があって、そこにね ブルペンがあって、で結構この辺りに座って、なんか別のチームが試合してる時とかはなんかここに座って弁当とか食ったりとか、なんか子供なんでめちゃくちゃ遊んだりとかしてましたね。はい、というわけで、今日はですね、まあ、急遽ちょっとカメラ回し始めたんですけど、僕が小学生時代、野球やってた、グラウンドにですね来て懐かしんでみました。当時からそんなに変わりなく、まあ、昔ながらのところもたくさん、残っててよかったなと、思います。まあ、将来自分の子供とかが野球やりたいって言ったらここに連れてきたいですね。というわけで、今日はちょっと短い動画かもしれないですけれども、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。